こんにちは、アルダム渋谷店の西村夏樹です。今回はコントラストハイライトとなじませハイライトの2種類を説明していきたいと思います。今日は初級編というか最初の基本的な入れ方をレクチャーしていけたらなと思いますので、半透をコントラスト、半透をなじませハイライトで作っていきたいと思いますので、その時のポイントだったりを説明していきますので、よろしくお願いします。まずコントラストの方から説明していきます。まずはイヤートゥーで4ブロックにブロッキングという形ですね。でバックからトップしていきます。2センチスライスに5ミリ落としで1センチ間隔で7ミリチップ取っていきます。半分に折り曲げて、もう一回半分に折り曲げたら、こうで両端を折る。これで一パネルって感じですね。これをどん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 上に。塗るときに取ったチップを中央に集めて親指で押さえてあげる。でホイールは根元ギリギリまで押さえちゃって大丈夫です。で塗ったら離すような感じ。でこのとき根元を詰めすぎてしまうとブリーチが根元から漏れてしまう恐れにつながるので、間隔は 1.5 センチぐらい空けるような感じで切っていきます。そしたら最後折ってあげて、最後折ってあげると、チップ取る時の注意点としては、コントラストつけたい時って結構毛先の方まで明るくしたいパターンが多いと思うんで、根元から取るっていうよりかは中間と毛先の厚みを見てあげて取ってあげるっていうようなイメージですかね。ここではなくこっちから取る方が確実に毛先に明るいところが作れるかなってイメージですかね。で折り曲げる時の注意点なんですけど、空気を抜くのはいいんですけど、ここ結構その折り曲げる時にここしっかりキュッてやっちゃうとブリーチの折れ目につながってしまって、その黒い線が残ってしまうパターンがあるので、折り曲げる時は優しくやってあげるっていうことが大事ですね。で塗布量を多くするっていうよりかは塗布量を均一にするっていうことの方が大切ですね。そしたらサイドいきます。サイドも基本的に入れ方は一緒なんですけど、注意点としてはバックの時に取っていた
キック、例えば後ろは一番端っこまで取っていたんですけど、その場合一番右から取ってしまうとここのチップが重なってしまうので、その場合はここを外してチップを取り始める感じになります。やっぱ基本的に顔周り明るいところ欲しいので、顔周りに明るいところは入れるようにしたいです。でここコーミングするときに強くやってしまうとホイールが破れて下のパネルにブリーチがついてしまうので、コーミングを優しくするのがいいかなと思います。最後の、表面のところは、よりデザインがはっきりしているところ、もう表面から見えるところになるので、まあ、気持ちとフリをしっかり乗せてあげるっていうところと、根元のところをパツってライン残すっていうよりかはちょっとぼかしながら入れてあげる感じですね。これで塗り終わり、15分ほど放置していきます。はい、じゃあ次はなじませの方をやっていくんですけど、コントラストとの違いとしては、こっちはデザインでしっかりと筋感を出したい時とかに、使うハイライトで、なじませのところは、ブリーチはしたくないんだけどちょっと明るくしたいとか、あとはちょっと白髪が生えてるんだけどそこをなじませてあげたいとか、まあ、デザインってよりかはプラスアルファみたいな感じですることが多いですね。でなじませの方は1センチスライスの2ミリチップ5ミリ落としくらい、コントラストに比べて結構細かめで大丈夫です。なじませの方も、根元からってよりかは中間毛先の厚みを見て取ってあげた方がより確実に取れるかなと思います。入れるときにホイールをこれくらい折ってるんですけど、これ折ることによって手で押さえやすくなってくれるんで、折った方が塗りやすいです。あとはギザギザした面がお客様の頭皮に当たらないというメリットもあります。なじませの方はちょっと表面にカバーリング、2ミリカバーリングから2ミリくらいの毛を、残すことによって、それが表面から落ちてくるカバーリングになってくれるので、よりなじみやすくなってくれます。逆にコントラストの方はデザインをはっきり見せてあげたいので、カバーリングはなしでいってます。
こちらも、塗り終わり15分でお流ししていきます。コントラストと、なじませの違いは、まあ、チップの太さだったりとか、どれぐらい開けるかとかスライスの違いとか出てくるんですけど、まあ、コントラストにすると、まあ、こんな感じで筋感がしっかり出てくれたりとか、まあ、デザインがしっかりはっきりと出てくれるような感じになります。なじませの方は、デザインするというよりかは本当になじむような感じ、カラーしても明るくなったりとか、この視野が見えにくくなったりとかっていう感じになります。いろいろなデザインがあると思うので、まずはしっかり基本からできるようにたくさん練習していきましょう。